藤野康文です。今日はコンビニの問題について、お伺いをしたいと思っております。今や私たちの生活になくてはならない、インフラということで、私も1日に1回は必ずお世話になっているような状況でありますけれども、そのコンビニで今人手不足が大変深刻な問題になっているというふうに、伺いました。先日全国フランチャイズ加盟店協会という協会の、会長さんに、お話をお伺いする機会がありまして、この会長さん、宮城県の仙台市で実際にコンビニを経営されていらっしゃる方でもあります。24時間営業の場合は大体20人ぐらい、従業員がいる必要だそうですけれども、この会長さんのお店では12名しか確保できなくて、会長さん自身シフトに入らざるを得ないということでありました。で、もう一生懸命人手集めるということで、例えばターンワークという情報誌にアルバイトを募集するその広告ですね、これを4年間ずっと出して、大体200万ぐらい4年でかかったそうですけれども、それでもやっぱり希望する人数は集まらないということで、この間経済産業省がコンビニエンスストアの経済社会的役割に関する、研究会というのを作られて、設置されてですね、報告書も今年3月に発表されていると、有意義な中身だと思うんですけれども、ちょっとお聞きしたいんですが、この報告書で人手不足についてはどのように、指摘をされているでしょうか。経済産業省寺澤商務流通法案審議官。お答えします。ご指摘がございましたコンビニエンスストアの経済社会的役割に関する調査、そこでアンケート調査を行ったわけですけれども、従業員の過不足感についての調査がございました。その結果ですけれども、まず従業員が不足して補充のめどがないとする店舗は 18.6% で、今はギリギリの状態であり、何かあれば確実に運営に支障が出るという店舗が 35.9%、ある程度足りているけれども、何かあれば運営に支障の可能性があるとした店舗は 33.8% で、以上合計しますと、約9割の店舗が従業員不足によって、何らかの形で運営に支障を感じているということになっています。しかし、委員ご指摘のとおり、コンビニエンスストア業界におきましてですね、人員の確保は非常に重要な課題となっているのが現状でございます。藤野君。ありがとうございます。ご指摘のとおり、9割が何らかの人手不足を感じているということで、大変深刻だというふうに思うんです。で、問題なぜこうなっているかということで、協会の会長さんがいくつか指摘されていたわけですけども、一つはやはりそのコンビニ大手がですね、大量に出店戦略を取っているということで、コンビニ業界2014年度昨年度の店舗純増数が約3200店舗ということで、これは過去最高の新規出店数だと伺っております。で、24時間営業とする先ほど1店舗あたり20名と言いましたが、新規出店が3200だとしますと、その分だけで6万4千人新規のアルバイト必要になってしまうということで、もちろんコンビニ以外の他業種もあるわけで、本当にいわゆるその顧客の奪い合いだけでなく、新規出店によって従業員の奪い合いまで起きてしまっているというのが実態だとお聞きをしました。で、2つ目の要因として指摘をされていましたのは、サービスの多様化ということを言われておりました。経産省にまたお聞きしたいんですが、この報告書ではコンビニの多様な役割ということで、いくつもの点を挙げていらっしゃると思うんですが、端的に、どのような項目が挙げられていたか教えていただければと思います。寺澤審議官。お答えします。ご指摘がございましたコンビニエンスストアの経済社会的役割に関する研究会、これはですね、ご指摘がありましたようにコンビニエンスストア全国で5万店舗に達しており、まさに委員ご指摘があったように身近で生活にとって必要不可欠な、そうした存在になっていることを踏まえて、コンビニエンスストアの今後の役割について、コンビニエンスストアのトップだけじゃなくて有識者を交えて、議論していただいたというのが研究会の提言でございます。で、検討した中身でございますけれども、まず経済的課題については、地域における雇用の創出や多様な人材の育成、そして地域の産品の発掘を通じた地産地消の推進、そして海外の旅行客の需要を取り組むというインバウンド需要の確保で、また日本の優れたビジネスモデルを海外に展開すると
いうことなどについて経済的課題として検討していただきました。でまた社会的役割としてはですね、地域の一員でございますので、防犯とかあるいは高齢者の見守り活動に対する貢献、買い物弱者に対する支援、それから東日本大震災における経験を踏まえた災害時における対応、そして物流効率化、省エネ、食品ロスの削減などを通じた、環境負荷の低減などさまざまな課題について検討いたしました。またこうした経済的社会的役割を果たしながら本部と加盟店が共存共栄できるような、そうしたフランチャイズシステムのあり方についても、検討し提言をいただいたところでございます。藤野君。ありがとうございます。まあ、まさにですね、経済的にも社会的にも、多様な役割を果たされていると、まあ、まさに総合生活産業と言ってもいいような状況だと思うんですが、まあ、そのコンビニが、まあ、人手不足にあえいでいて、本当に、それではコンビニに期待される今言ったような役割が果たせないと。でそれどころかですね、もっとひどい状況だというのを現場でお聞きしまして、その会長さんおっしゃってたので私忘れられないんですけれども、要するに今コンビニは従業員同士が交流する場も少なくて、その成長できるあるいはやりがいが感じられなくなっていると。そして長時間労働で、まあ、ある意味店員から見ればブラック企業になってしまっているという言い方もされておりました。大臣にちょっと、簡単にお聞きしたいんですが、コンビニは今や、まあ、社会的インフラの一つだと思うわけですが、そこでその9割が人手不足で、そして店長がやむを得ずブラック企業になっているというような状況が広がっているというのは、これ放置できない深刻な問題だと思うんですが、ご認識をお伺いしたいと思います。宮沢大臣。もともと地元なんかで聞いておりますとですね、まあ、コンビニというのは結構オーナーが大変で、まさに小規模の店と同じでオーナーが先頭に立って家族でやらないとなかなかできないというのが、その人手不足以前の話として、まあった話であります。一方で、まあおっしゃるようにコンビニというのは私も地元でも東京でもよく使わせていただいておりますけれども、まあ、今となっては本当になくては本当に困る存在になってきている。でさらに、まあ、人手不足の中でしばらく前でありますけれども、まあ、東京のコンビニは時給2500円出してやっと人が来るかどうかというような話も、まあ、耳に入ってくるような中であります。で、まあ、じゃあどうしたらいいかといいますと、まあ、コンビニ以外でもいろんな必要な産業で人手不足というものが生じていることは確かでありまして、根本的に言えばおそらくその産業全体の生産性をどう向上していくかということが一番、まあ、王道の、攻め方だろうと思っておりまして、サービス業につきましてやはり徹底的に生産性向上を図る、政策といったものを今検討させておりまして、こういうものを実現をしていかなければいけないと思っております。またコンビニかどうかは別にしましても、外国人労働者といった問題もおそらく将来的には出てくるんだろうというふうに思っております。藤野君。今ご指摘あったように、まあ、家族でやらないといけないと、まあ、人手不足以前と言いましたけど、人手不足だから家族をやらないといけないという側面もあってですね、お話を伺うと、店舗にその寝袋を持ち込んで、で仮眠を取って勤務しているという例もあるそうで、やはり深刻な人手不足状況背景あると思うんですね。で今大臣もどうするかという対策のところもお触れになったんですが、私はその会長からお聞きしたのは、まあ、今協会としても3つの緊急提言を出しているということでありました。でその緊急提言1つ目はその本部社員ですね、大手いわゆるそのフランチャイズの、本部の社員を大量に加盟店で無償に派遣してほしいという要求でした。でこれ考えてみますと、コンビニ大手というのは今加盟店に対してそのチャンスロスというものを徹底して減らすように指導をしているんですね。チャンスロスというのお聞きになった方はいらっしゃるかもしれないですが、まあ、要するにチャンスはある、要するに売れてるのに人手が足りないとか、売れてるのに商品が届いてないとか、こういう形で機会を逃しているのをチャンスロスだと言って、これをいかに減らすかというのはまさに生産性のお話につながるのかもしれませんが、大手はまあ今一生懸命このチャンスロス減らすことをやってるんですけれども、しかし考えてみれば人手不足でレジが1個動かないとか、人手不足でその業務ができないとか、これも立派なまあチャンスロスだというふうに思うんですね。ですからこれ本部がチャンスロスだというのであれば、
この人手不足問題もしっかりそうした問題として対応すべきだというふうに思います。でこれは研究会自身でもこの点は、ある程度の方策が示されていると思うんですが、経産省にお聞きしますけれども、この対策についてどのように指摘していますでしょうか。寺澤審議官。お答えします。委員ご指摘のとおり、先ほどいろいろ申し上げました経済社会的役割を果たす上でですね、最大の課題は人材の確保でございまして、加盟店のうち7割の加盟店がですね、そうした役割を果たす上でやっぱり人材不足の問題が重要だということでございます。したがって、人材確保というのは非常に重要な課題でございまして、ご指摘がございましたコンビニエンスストアの、経済社会的課題に関する 対策についてですね、まずですね、基本は加盟店の皆様が、女性、高齢者、外国人材の活用も含めて自ら努力することが基本です。これは提言の中でもしっかり付けられています。その上で本部としてもサポートすることが重要だということで、本部については3点提言をしています。一つは本部が例えばコールセンターとかホームページを通じて、本部自らが加盟店の採用活動を手伝うと、補完するということが一つでございます。二つ目はですね、先ほどオーナーの家族のお話がございました。オーナーもですね、冠婚葬祭とか病気があってですね、働けないという時がございます。そうした時に業務代行制度というのがあって、本部の方からスタッフを派遣すると、そういう仕組みがございます。それを一層積極的に活用するというのは2点目です。で3点目はですね、人材確保してもそこから育成をしなきゃいけないということで、これはなかなか難しいので、人材育成プログラムについては本部がしっかりと準備し、さらにやりがいという意味ではスキルアップがちゃんと評価される、そういう仕組みが重要なので、そうしたものを本部としてきめ細かく提供すると、こういうことが重要だという提言をいただいています。藤野君。ありがとうございます。その通りだというふうに思うんですね。で概要で言いますと、その3つおっしゃったうちの2つ目を強調されていまして、要は冠婚葬祭等とおっしゃいましたが、要するに本部から派遣すると、これ業務代行制度ということで、この報告書にも書かれておりまして、それを一層積極的に行うことが望ましいと言ってるんですね、提言しております。でこの研究会には、実はコンビニ大手5社、当時ですけども5社の、代表取締役社長全員5人が参加されているわけで、ある意味その大手のトップ5人全員が入っているところで、本部から代行の、制度をもっと積極的に、一層積極的にという提言されたというのは、私これ大事なことだと思いますので、大臣にもですね、ぜひこれ、もうそういう意味ではトップ自らそう言ってるわけですから、ぜひこれ大いに活用して、加盟店の人手不足を本部一体となってやる。この報告書が強調してますのは、ウィンウィンの関係とかですね、共存共栄という言葉なんですけども、そのためにもこの制度の活用、大いにやっていただきたいというふうに思っております。そこでちょっと時間の関係で、こちらで話させていただきますけども、提言の協会の提言の第2は、新規出店、要するにもう拡大戦略なんですね。大手というのはもう拡大して拡大してという、このやり方が顧客の奪い取りだけでなく従業員の奪い合いを生んでいると言いましたけども、これやっぱりもう放置してはままならない状況なのじゃないかなというふうに思うんですね。かつてはタバコや酒類販売、タクシーなどについて、規制を緩和して、また規制を強化するという動きもありました。で自民党の中でも4月の総務会で、こうしたタバコ、酒類販売、タクシーで規制強化の動きもあるというふうに、伺っております。ですからコンビニについてもですね、本当に50メートルおきにコンビニがあるというような状況、これやっぱり放置していたらどんどん悪循環になっていくというふうに思います。コンビニに求められる役割も掘り崩されていくというふうに思いますので、この点についてもご検討いただきたいと思います。そして24時間営業の見直し、これ3つ目なんですけども、これもやはり加盟店とオーナーの合意というのが、ないもとで24時間営業が押し付けられているということもありますので、ここもしっかり見直していただきたいと。以上が、協会の緊急要求といわれる部分なんですが、私今日ちょっとお聞きしたいのは、これはこれで急いでやるべきなんですけれども、より抜本的なですね、より構造的な問題についていくつかお聞きしたいと思うんです。一つは本部の徴収するロイヤリティの問題でして、これは配布資料でお配りさせていただいておるんですけれども、これやっぱりちょっと高すぎるんじゃないかと。で高すぎるだけじゃなくて、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思ったので、ちょっとご紹介してるんですが、
コンビニ市場というのはどんどん伸びているわけで、2010年には、市場全体で言えば売上高 7.6 兆だったものが2013年には 9.4 兆に伸びております。例えばセブンイレブンジャパンというのは2011年度は売上高3兆2805億円が翌年度は3兆5084億円で、2013年度は3兆7812億円と、まあ、順調に伸びているわけですけども、しかし一方で加盟店や個々の労働者というのは大変悲惨な実態で、コンビニ労働者の賃金というのは最低ランクで最低賃金に張り付いている。このリクルートが出してます毎月のアルバイトパート平均時給調査によりますと、コンビニというのは本当にもう三大都市圏で もう最低か2番目ぐらいというのも行き来している状況であります。で、一方で本部へのロイヤリティというのはどうなっているかということなんですけども、ちょっと配布資料を見ていただければと思うんですが、例えばセブンイレブンで、物件の所有者がオーナーか本部かによって違うんですけども、物件所有者が本部の場合のところの欄をちょっと見ていただくと、大変、恐縮なんですが、セブンイレブンで言いますと250万円以下、粗利益が250万円以下の場合はロイヤリティ 56% なんですが、250から400万円ぐらいだと 66% で、400万円から550万円だと 71% でどんどん上がっていくんですね。売上が粗利が上がれば上がるほど本部に納めなきゃいけないロイヤリティの割合が上がっていくと。でちょっと大臣にお聞きしたいんですけれども、よく頑張った人が報われる社会というお話があるわけですけれども、通常であればですね、オーナーが一生懸命工夫して頑張って自分の店を魅力的にしてこう儲けを増やせば、その儲けを上げたオーナーの取り分が増えるというのが通常だというふうに思うんですね。頑張った人が報われる社会というわけですから。ところがこのコンビニの場合は、売上が上がれば上がるほど本部に納めるロイヤリティの割合が上がってしまうと。私これ逆じゃないかと思うんですけども、大臣これどのように思われますか。大臣ちょっとお聞きして。宮沢大臣。まさにこれは民でございますんで、そのコンビニを、実際ロイヤリティを払ってやられている方からすれば、この契約内容で、納得されて契約しているわけでありますので、私の方から、おかしいとかおかしくないとかいうような話ではないような気がいたします。藤野君。私はこれやっぱおかしいと思うんですね。率直に言って、頑張れば頑張るほど本部に持っていかれると。頑張れば頑張るほど自分のオーナーの取り分が増えるんなら、これはもう本当にウィンウィンだと思います。しかしそれウィンウィンじゃないですよね。頑張ったらそこに行かずに本部に行くわけですから、これ全然ウィンウィンじゃないし共存共栄じゃないと思うんですね。でこれがどういうふうに影響してくるかというと、結局給料が上げられないっていう形になるんですね。別にオーナーが儲けてよしっていうんではなくて、結局人手不足の問題にも関わってくる。私がお話伺ったその FC 協会の会長さんも、時給を上げたいと、時給を上げれば人が集まるかもしれないけれども、本部へのロイヤリティが 50% を超えているもとではとても上げられないというふうにおっしゃっていました。ですからこれこういうロイヤリティ問題というのは民間任せでやっておりますと、やはり民間この資料でも分かりますように、ローソンは若干違いますが、ほぼ大手のところ、あと5社で言えば売上が上がれば上がるほどロイヤリティも上がっていくという状況はもう共通しているんですね。ですから民間だけでやってくださいということをやってもなかなか進まないと。ですからこれやっぱり一定政治がですね、やっぱりルール作る必要があると思うんです。この点での大臣のご認識お願いします。宮沢大臣。頑張れば頑張るほど生活が厳しくなるというようなことであればですね、おそらくそれぞれのお店は頑張らなくなって、全体としてそのチェーン全体の元気がなくなるということだと思いますから、おそらくそういうことにはなってないんだろうなというふうに思います。藤野君。これは経産省自身が設置したいわゆるですね、この研究会でも人手不足問題が指摘されております。で私なぜそういう認識が出てくるかといいますと、この研究会には加盟店のオーナーは一人も入ってないんですね。先ほど言ったように大手 の社長は入っております。ですからどうしても本部目線になって、で大手というのは人手不足となかなか認めないんですね。
ですからそういうやっぱり背景というのが今の大臣の答弁にも反映されているかなと思いますが、結局その売り上げを上げないといろんなペナルティーもかかってくるというもとで、本当にもう家族がもう命削って働いていると、奴隷契約という指摘もあるわけですね。本当にそうした実態をぜひ掴んでほしいというふうに思います。そして例えば新しいサービス多様化の話もしましたけれども、フランチャイズ契約というのは本部と加盟店のオーナーが合意してやるというのは大前提、フランチャイズの本質であると思うんですね。しかし実態は新しい業務やりますよというのがメール一通でポーンと来て、もう嫌も応も言わさず新しい業務がどん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 積み重なってくると、人手が足りないからできないって言ってるのに、あれやれこれやれがメール一本でやられるっていうのは実態なんですね。こういう実態があるわけです。ですからこうしたやり方というのはフランチャイズ契約という本質にも外れているという合意にもって成り立つというですね、こういう点でもやっぱり実態をしっかり踏まえていただきたいというふうに思います。そして最後といいますか、取り上げたいのが社会保険加入の問題であります。現行制度では法人事業主あるいは5人以上の従業員がいる個人事業主の場合は原則として社会保険に加入する義務が生じるということになります。しかし私がお話し聞いた FC 協会で言いますと、事務局長さんはですね、ほとんどのコンビニが社会保険に加入してないんじゃないかとこうおっしゃっておりました。である労務士さんは1割前後だという指摘も、これはだからいろいろブレはあるわけですけれども、大手に聞くとまたいろいろ違った言い方をするわけです。しかし公的なデータというのは全くないというのが実態であります。で、この社会保険の問題というのは要因というのも様々ですし、私も何か一筋縄でですねポーンとこう対策が出るというふうにも考えているわけではないんです。非常に難しい問題だと思っております。加盟店オーナーにしてみればまともにそうやって保険料を負担したらもう一気にもう破産してしまうとか、あるいはそのコンビニ本部としても経営ノウハウの提供はしますけども、労務管理とか社会保険管理というのは福利厚生というのは店主の方に契約上お任せしてますなんてなことになるわけですね。あるいは働いているパートやアルバイトの方にしてみても、そう手取りが減ってしまうという問題になってしまえば、これ単純にやらないでくれという声もあるのは私も認識をしております。ですから一筋縄にはいかないと思うんですけれども、しかしこれ放置しておきますと、これもういずれ社会問題化すると業界専門誌でも指摘をされております。結局親御さんにしてみれば社会保険も整っていないような職場に自分たちの息子さんや孫さんを働かせるかと、やめとけって話になるんですね。そしたらまた人手不足になって悪循環になっていくという話もお聞きしました。ですからこういう実態、やっぱり実態をまず踏まえる必要があるんじゃないかというふうに思うんですね。公的なデータとして今社会保険どれぐらいコンビニ加入しているのかって誰も分かってないと。大臣お聞きしたいんですけれども、すみません、その前に経産省をお聞きしましょうか。この研究会で厚生労働省からも確かに人来ておりますが、来ているのは労研局の人なんですね。労研局で社会保険の問題ってこれ全然一行も出てきません。この研究会では社会保険の問題研究してないですよ、議論してないですよね。寺澤審議官、お答えします。この研究会では社会保険についての問題は議論はしていません。その背景でございますけれども、この研究会においてですね、いろいろアンケート調査をしたり加盟店のオーナーにヒアリングをして、この社会保険の問題というのは特段重要な問題だということでは浮上してこなかったということでございます。藤野君。いやですからメンバーに加えて、そのメンバーか加盟店のオーナーがですねメンバーに入ってて、その方がそうおっしゃるならまだいいですけども、本部しか入ってなくてですね、本部は加盟店に社会保険とか労務管理丸投げなんです。ですからそういう中で声がなかったなんていうのはですね、本当に実態を踏まえてないと私ちょっとびっくりしました。その上でお聞きしますけれども、大臣にお聞きしたいんです。声がなかったというのは聞いてないだけの話で、実態も大変なんですね。入りたくても入れない、社会保険に入れたくても入れられないという加盟店がたくさんあるわけです。しかし実態がわからない。私これ実態調査すべきだと思うんですが、大臣いかがでしょう。宮沢大臣。コンビニの勤務なりオーナーなりが大変だということもよくわかりますが、一方で例えば私の地元なんか見てますと、商店街はもっともっときついところがたくさんあるわけでありまして、どちらかというとコンビニは全体としては
恵まれている方ではないかと私は自身は正直思っております。そういう中で、まあ、社会保険の話につきまして今伺っていて、社会保険にもっとちゃんと入れろというご質問なのか、社会保険が高すぎるというご質問かよく分からなかったわけですが、社会保険料が実態としてどうだという話は、これ当然のことながら私どもというよりは厚生労働省がそれなりに把握をしなければいけないものだろうというふうに思っております。藤野君、最後になりますので終わりますけれども、やはりこういう研究会を立ち上げていらっしゃるわけで、これ貴重な研究会だと思うんですね。でやっぱりこういうものがすでに経産省にあるわけですから、でコンビニそのものに特化した研究会であります。でコンビニの社会保険の問題をやっぱりこういう研究会が掴んで対応していく、もちろん厚労省と連携してもいいと思いますけれども、老健局だけ読んで連携というのは私はちょっと良くないと思うんですね。で最後に申し上げたいのは、昨年成立した小規模企業のですね、振興基本法の採決に当たりまして、この当委員会そして参議院の経産委員会でも付帯決議付されまして、小規模企業の社会保険料負担軽減措置というものを実現を図ることということがわざわざですね、衆参両院で決議されております。この決議の観点からもですね、今心ならずもブラック企業になっているという、この加盟店オーナーの声に応えるためにも、ぜひ具体化を求めて質問を終わります。